ロビン・コンサートにおいでいただきましてありがとうございます。久しぶりに、まだコロナの感染が心配で、1月、2月、今日まで休みました。まだマスクが離せない感じですけどね、とにかく私どもご覧の通り年がいってます。これを始めたのはですね、ボランティアで皆さんに健康になっていただこうということで始めました。そんなことで、ちょっと前までは皆さんのリクエストでお答えして一緒に歌うというスタイルでしたけども、ちょっとまだそこはちょっとやりすぎかなと思いますんでね、こちらで、コンサート式にやりますんで、知ってる歌が出てまいりましたら一緒に鼻歌歌う程度は大丈夫でしょうから、よろしくお願いします。皆さんの年齢に合わせて昭和の歌を中心にまいりますんで、それじゃあ最初にですね、季節は春ですんで、春の童謡のメドレーをまいります。Da da da da.
菜の花は竹に弟子の人が小沢誠治記念フェスティバルになってますが、小沢さんもだいぶ年取ってヨレヨレになってますけども、小沢さんも誠治さんの、記念フェスティバルをピンとしますと、私どもはキリで皆さん方と一緒に歌ってとにかく健康増進をしようということで、やっております。先生ありがとうございます。実はですね、結成して8年もう時期終わりますね。9年目に入ります。当初の目標が10年やろうじゃないかと。10年やると私が最年長で加山雄三さんがやった年までできますんで、そんなことで目標は10年、あと2年ということですね。そんなことで元気をつけながらやってますんで、皆さんも先ほど申し上げましたように一緒に歌うってことは結構ストレス解消になりますんでね、これから昭和の歌参ります。一緒に歌ってください。頑張ってください。ありがとうございます。女性の方もいらっしゃいますんで、ここに幸あり。Thank you.
3年生で、ね、入ったら、はい、バンドの紹介はその後に、します。最初の曲はですね、我ら JJB マスキットバンド、これはバンドの内容を歌った曲になります。聴いていただくともう説明が1分で済みますので、その後にですね、あなたと私のティールームという、これもオリジナルを言います。最初の曲はですね、曲つけたのは富永です。また後紹介します。それから2曲目はピアノの大倉が曲つけました。そんなことでございます。
政府はあの後ろの木の合議ですよね。私どもを自負してますのは光り輝く後期高齢者、この中には多分おいでにならないかもしれませんが、ご自分が後期高齢者になりましたら光り輝く後期高齢者と思ってください。あの生き方が変わります。そんなような気がするだけですよ。そんなような気がしますので、それではですね、バンドの紹介をいたします。メインボーカル百瀬です。こんばんは、よろしくお願いします。それからベースとハーモニーをしてますリーダーの富永です。よろしくお願いします。ピアノを弾いてます大倉です。司会とギターを弾いてます市川です。それではあの、ちょっと明るい曲でもう1曲オリジナル参ります。あなたと私のティールーム、それこれは先ほど申し上げましたように作詞作曲大倉です。Yeah.
信があったんですけど、年を取るためにね、忘れちゃうんですよ。曲名だとか、それから人の名前はもうまるっきり忘れちゃいますね。残念ながら。やっぱりそうですか。よくわかります。本当にね、しょっちゅう会ってる人は忘れないですよ。もう半年も会わないと、あれだったっけ、探りを入れるんですよ。いろいろ世間話をしながら。それで、家に帰ってきた頃に名前を思い出すっていう変なことですね。残念ながら。で、あの松本のですね、大きい病院で、音楽療法っていうのをやってるんですよ。だから音楽は、体の何に悪いか、あのよく聞くか分かりませんけど、多分大きな病院でやってますんでね、音楽療法っていうのは一月に1回ぐらいやってまして、今コロナの間は休んでますけどね。そんなことで、私どもも先ほど申し上げましたように、元気になろうと。とにかく自分たちが元気になって、聞いていただく方も元気にして、あのお帰りいただくというふうな趣旨でやってます。そんなことで、JJB というのはですね、最初の J はジャパンの J の、次の J はジジイ。ジジイですね。それから B はバーさん。こんなことで、日本のジーさんバーさんバンド、マスキットというのはですね、ある音楽教室に70過ぎて行きましたところでみんなに会ったのでバンド作ったんですが、それの頭文字を取りましたら、たまたま甘いという言葉があるそうです、英語で。それで日本のじいさん甘いじいさんばあさんバンドと覚えておいてください。一月に2回ぐらいは宮間荘でやらせていただきますんでね、ぜひまたあの今日お聞きいただいて、明日の朝は元気になったなと思いでしたら、また日を選んで、カー僕にやってますんで、インターネット見ていただくと分かりますんで、またぜひお越しください。次の曲は、あずさ2号。これは松本に、新宿松本間の走ってた列車が今年の、去年の3月30日で終わりましたんで、名残を惜しんで歌ってますんで、あずさ2号です。ください。さよならはいつまでたっても
してください。八時ちょうどの朝日号で、私はあなたから旅立ちます。天気悪くできないですね。雨降っちゃってね。昨日一昨日と WBC の野球に、多分皆さんテレビをご覧になったと思いますがね。やっぱりね、日本の野球も何十年か前よく後楽園に巨人戦だとか。大リーグが来てやって好きで見に行ったんですが、その頃だいぶ力が違ったんですが、最近もう力はほとんど大リーグと変わりませんね。その通りです。それで私勝手な思いですけどね、東北の震災がありましたよね。震災のあとは生まれたわけじゃないんですけど、フィギュアの羽生さんとか、それから佐々木、あの人はちょっと被害受けたようですけど、それから大谷と3人このすごい人間が出てきたっていうのは、東北を元気出せって神様はきっと、元気づけてくれたんじゃないかなって勝手に思ってます。あんなに3人がね、若い人が出てくるなんてめったないですよね。そんなことを考えてました。多分また3年後には WBC がありますけどね、日本がまた勝つかは別として、野球もちょっと下火になりましたんで、また復活していくだと思ってます。それじゃあもういいですかね。はい、それじゃあ次の曲参ります。風の誘いという曲です。これはですね、地元のシンガーソングライターが書いた曲で、今ある浅間の旅館のイメージソングになってますが、いい歌ですので歌わせていただきます。風の誘いです。手仕事屋吉兵衛さんの作詞作曲です。
東南海の地震とか津波のドラマがありましてね、あれを見てると遠からず日本もまた来るのかなというとちょっと恐ろしい気がしますけどね、まあ一生に一回も何にも合わないっていうのは多分人間にとって非常にラッキーな方ですよね。あの日本これだけ地震があるからちょっと大きい地震あったとか、いろいろの方がありますけどね。じゃあ東北をちょっと、励ます意味で花は咲くいきます。風で香る
私は80歳になりました。で、去年の12月にですね、大病をやりまして20日以上入院しました。で、1月はずっと1月2月休ませてもらって、今日は久しぶりに皆さんの前に出てやらせていただきます。あ、これがないとね、ボケちゃいます。これがあるんで、なんとか覚えようとか、メモをしてきたりしてますんでね、多少それで病院に入ってる間は、実はですね、ありがとうの歌ってこれからやるんですが、
生まれてこの方ずっといろいろな方にお世話になって、なんか、この年まで来たような気がして、すべてありがとうっていうのを思い出しましたらね、何百も何千もあって、とっと最後は諦めましたけど、そのくらいありがとうっていうことは一生の間にはありますね。そんなことで皆さん方もお帰りになりましたら、まず旦那さんは奥さんにありがとう、奥さんは旦那さんにありがとうと言ってください。私も毎日言ってますよ、心の中に。あの、残念ながら明治の親父に育てられましたんでね、どうも面と向かうと恥ずかしいんで言えないんですよ。でも心の中では言ってます。それではありがとうの歌まいります。 OK。 ありがとうございます。はい、次行きましょう。ありがとう。
body. Arigato. シャイニーに会って一言俺言いてんだけど俺言わせてくれる言わせてくれる俺に、はい、ありがとうございます。やめんか。いや、ちょっとねえ、俺言いてんだけど言わせてくれる。あと、どうぞ。いいですか。はい、はい、どうぞ。サンキュー。はい、ありがとう。こんにちは、ありがとうございます。あのね、すいません、こんなに少ない観客でね、私誠に申し訳ない。それなのにあなたたちはね、もう本当に満員の人たちがおると同じような気持ちでね、しっかりと演奏してくださった。ありがとう。最近ありがとうございます。それでね、なお嬉しいのはね、結構皆さんも、まあ、ある年齢を過ぎて、まあね、第二の人生生きてみる方だと思います。私も今現在ね、うさぎです。7回目のうさぎだから、私は84歳になりました。でもね、ここのところ宮松をね、20何年間ずっと通ってたんですよ。でコロナのためにね、来ちゃいかんって言われるようになっちゃってね、それで私はしばらくね、ここやめておりました。だけどね、宮松ってとってもね、私にとってはね、信州で忘れられない素晴らしい、ここはホテルなんですよ。はい、本当に嬉しいですので、ここのコンサートが開かれるね、あの前からもうずっと来てましたから、開かれるナンバーワンの時からずっと来てました。これでね、当時やってくれた方がね、これでいい企画をしてくれたなんて、もうね、本当に喜んでましてね。だけど皆さんボランティアでやってるということで来ましてね、ちょっと金を出さないと申し訳ないなと思ってたくらいなんです。それでね、今日はまたね、コロナでやめとったんで、久しぶりに2年くらいちょっと我慢しておったんですが、まだ帰ってって、見事な JJP の皆さんの素晴らしいハーモニーを聞かせていただきました。いや、ごちそうさまでした。ありがとうございました。あのね、皆さんね、本当にね、音楽はね、もう本当にもうね、心とつなぐ、心とつなぐ、素晴らしい絆ですわ。ほいで、音楽に寿命はありません。永遠、音楽は永遠の、もうね、素晴らしいものです。だから、皆さんね、あなたたちもね、これからもね、私はまあ、あと、ちょっとで、ね、どっか行きますが、皆さんね、本当に、仲良くしていただいて、ね、ピアノ、もうね、嬉しくて嬉しくてね、涙を出しながら来ておりましたから、ありがとうございました。ありがとうございました。ね、ありがとうございました。ありがとうございました。本当にありがとうございました。観客の好きな方ならね、もう、腹が立ってしょうがないんだけど、もうね、涙を流して、何十倍にしてお返ししたかったもんだから、あいとこの手様とことを言いました。サンキューベリーマッチです。頑張ってください。ありがとうございます。